銃の先端だ。行くぞ。レディアラームメッセージ後方に追撃。くそ。ハーフミサイル発射用意。上腕伝達システム損傷、二次回路作動。まだやれぬ、諦めるな。各機、分散して迎撃に当たれ。待って、僕の話を聞いてください。相手もあるか。僕にはアルバトロなりの HS か。今楽にしてやる。地球は狙われている。何を言っている。信じられない話だ。後で説明します。今は早くここから逃げてください。高速接近する熱源多数。ここは僕が。早く撤退を。あのレイジというパイロット、少なくとも敵ではなさそうだ。彼を援護する。いいな。了解だ。各機作戦目標を確認しろ。護衛目標を守るんだ。有軍として登録されていない機体だからロックオン可能か。注意が必要だな。また見たこともないタイプか。臨床性に特徴があるようだが、それだけなのか。完了。残りの敵撤退していきます。ひとまずは安心だな。待ってください。敵の増援を確認。くそ、次から次へと出てきやがる。あらてか。僕たちを追っているのはグラドス帝国の SPT 部隊だ。ウクスは太陽系から遠く離れた宇宙だ。一層の政権を占領し支配している政官軍事国家です。ああ、聞いたことがあるぜ。確かポセイダルとも取引があるとか。そのグラドスがどうやら地球にある何かに目をつけたようなんです。何を狙っているのかは分かりませんが、彼らはそれを手に入れるために地球侵略を始めたんです。だけどはいいな。密集しているからだ。僕はそれを知らせるためにやってきました。なんだってお前さんがそんなことを。僕の父は地球人なんです。シナガはケンアスカ。調べてもらえば分かります。ではグラドス軍の司令官の名前は。ルカイン。レスコ提督の息子ルカインです。どうやらグラドスから来たって嘘じゃないよね。ルカインが地球を狙ってるっていうのはあんまりいいニュースとないわね。ちょっと壊させてもらうぜ。
ルカインとはどんな相手なんだ。有能で冷酷、おまけにパイロットとしての腕も立つという話です。厄介なやつが来たな。ようやく木蓮との戦いが終わったと思えば、また新たな敵か。あれが地球の猿どもの感覚。殺せ、皆殺しにしろ。所属不明機攻撃してきます。ごっついのが来たな。無抵抗の人間を殺すほど不安の人間は冷酷だったか。大中を殺してもグラドスの誇りは傷つかん。目標確認、破壊する。ガンダムを見た者を生かして返すわけにはいかない。破壊する。甘いな。任務完了。敵の反応すべて消失。あなたエイジと言ったわね。大丈夫？大丈夫です。ビーコンに従って着艦してくれ。任務完了した。これから戻る。ま、俺たちには帰る場所があるだろ。作戦目標クリア。帰還する。